三重県の鈴鹿市です。鈴鹿医療科学大学を訪ねました。ここに黒酵母発酵液の研究を進める先生がいます。長谷川教授です。主成分が、グルカンといいまして、グルカンの構造自体はですね、六角形をしておりまして、酵母だとか乳酸菌だとかまたはキノコの中に含まれている、多糖類といわれる成分です。ジェル状の黒酵母発酵液、主な成分は黒酵母菌が体の外へ分泌した水溶性のベータグルカンを主体とした発酵グルカンでした。ドラム缶のような容器にはエタノールが入っています。この中に黒酵母発酵液を注いでいきます。棒を使ってゆっくりかき混ぜると、棒の先に何やら白いものが付着してきました。太い紐のように長く伸びているようです。はい、こういう状態で繊維が出てきます。この繊維状の物質は糖が数万から数百万個もつながってできているそうです。これが、ベータグルカンとその中に黒酵母が入った状態ですね。ビーカーに入っているのは汚水に見立てた泥水です。ここへ黒酵母発酵液を入れます。分散させます。均一にかき混ぜながら反応を早めるための補助剤を加えます。するとどうでしょうか。これです。こういうふうにコロイドができました。繊維状のここではなっております。これが特性です。このベータグルカンの特性、生理特性というのはこういうコロイドを作って固液分離をする。こんなにきれいになりました。この下に沈んだ泥をしっかりと吸い込んでいる繊維状の物質がベータグルカンなのです。また、人間の体に毒性がないということで、飲み続けても害がない、むしろ、人間にとってベネフィット、利点がたくさん出てくると。免疫だとか放射線の防御効果だとか、いろんな面でその人間にとって役に立つ成分が入っております。